中年オタッキーです。我が社も休みになりまして冬休みに突入しました。本来はね、今日は走ってるはずでだいぶ予定が狂ってます。ライブとかもねどうしようかなっていうことになってるんですけどね。多分ねこの動画を撮り終わった後にライブをやると思いますが、ちゃんとできるかな。で、今日なんですけども、はい、またしてもね視聴者様からの贈り物が本当にねもうありがとうございます。なんと言っていいやろ。とりあえず頑張ってね、動画作んなきゃいけないなっていうノリになってきますね。というわけで今回は壊れ物 U パックですけど、壊れてないです。いつもね壊れ物 U パックって言ったらどうせ壊れてるだろうって言うんですけど、今回は壊れてないと思います。はい、それでは動画スタート。前回の動画でもね言いましたけどね、暖房がないんでねこの部屋ね。どうしよっかな、今日ライブもう凍えちゃうっすよ。まあそんなこと関係ないですから開けていきますけどね。結構このテープ硬いな。クラフトテープって柔らかいのが多いけどこれは硬い。よいしょよいしょ。今回ね、カメラ、レンズ、フィルム、と書いてある。ちなみにね、提供していただいた方はもう僕の動画の視聴者の方なら、聞き慣れている名前です、ね。ドリームロコモーティブ様からの提供になりますね。よいしょ。おお。なんかすごいのが入ってるぞ。シグマ。もうね、もう、持った!じゃ、とりあえずこれから出しますね。でかすぎませんか、これ。てか、これもらっていいの?これもらっていいの?あー、これね、時流行ってたやつだな。あのね、400ミリのやつですね。EF マウントだ。超クリア。こんな感じでーす。わかりますかね、私の目が映ってますね。え、これもらっていいんすか。いやー、ここもらっていいのマジで。これやばいんですけど、ちょっと。この正月、じゃあ、近くでコウノトリでも取りに行こうかな、400mm。400mm の単焦点 F5.6 になるのかな、これ。HSM ですね。EF マウントです。いやー、ちょっと楽しみだぞと。ただ、このレンズとカメラを支える三脚を持っていません。またね、そのネタになっていくんですけど。はい、他にもなんかいろいろ入っておりますが。おー、これは初見。これホルガですね。ホルガの400が入ってます。モノクロですね。ちょっと完全に初見でも寝耳に水に近いです。で、これなんだ。これなんすかこれ。これ何のフィルム?これでフォーカスな。ブラック&ホワイトフィルム A125-35。フォックスフォーカスストア .com。フィルムラブ。
って書いてありますね、変わったパッケージに入ってます。説明書が入ってた、ロシアロシア製来た、ロシア製だって、ロシア製モノクロフィルムフォーカス、どおりで文字がおかちょっとおかしいと思ったわけだ、フォーカス A125 枚撮り、ISO125 原産国ロシア、D76 20度7分ということで、まあまあ標準的な現像時間ですね。ここロシア製来たか、ほほー、あ、まだレンズが入ってるぞ。あ、いいねいいねいいっすね。これね、ミノルタの AF70-210 ですね。これ結構評判がいいレンズです。僕もね CDU とは思ってたんですけども、あんまり状態のいいのがねなかったので、むちゃくちゃいいですねこれね。ちょっとほこりと1点カビはありますが、非常にいい状態ですね。これ全然影響出ないと思います。使わせていただこうと思いますね。これあのアルファ7000時代の多分レンズですね。おー、フードもついてる。ちゃんとフードもついてますね。よっよっしゃ、あ、収納状態にして、これは楽しみですね。なんかもう一個入ってるんですよ。これなんだ、コンパクト系ですね。よいしょ。みんなね、あのどうやら僕がコンパクト好きっていうの結構分かってきてる。コンパクト好きですね。あー、来た、オートボイエス。おお、電池は切れてるかな。あ、これ開けんのめんどくさ。2CR5 ですね。ん？違う。CR123A×2 かな。うん、多分 CR123A×2 ですね。これもね、ちょっと、この正月、どのカメラで撮ろうかな。提供されているカメラがね、非常に多くてね、もうね、回ってない状態なんですよね。で、まあ、嬉しい悲鳴なんですけどね、もうぶっちゃけた話、毎日でも動画作りたいんですよね。どんどんカメラが増えてて、毎日動画を紹介しても相当長持ちするっていう状況にはなってるんですけど、このありがたい状態が続いておりますが、僕の場合ね、その、動画を作るには機材がないとっていうか、新しい機材を入れるっていう流れになるんですけど、もう、十分に機材があって、いつでも動画を作れる体制になってるんですけど、動画を作る時間と撮影する時間がないんですね。まあ、この仕事がね、こういう仕事なんでね、もう、仕方ない、申し訳ないところなんですけどね。でね、これもしかしてカレンダーこれはすごいカレンダーです。2021年のね、ドリームロコモーティブさんね、名前からもお察しできるように、まあ、鉄道のね、鉄道系の写真を撮ることが多いんですけど、これいいカレンダーもらったなぁ。家に置きたくないなぁ。家に置いたら俺見れねえしね。でも、トラックにぶら下げてると多分ちぎれて落ちちゃうんですね。まあ、カレンダーの全容は多分ね、これ販売しているもの、交通新聞社の販売物だろうから、全容は見せないこととしますが、これなかなか、マニアックなカレンダーをいただきました。はい、ドリームロコモーティブ様、本当にありがとうございます。大切に使わせていただきます。特にね、このロシア製のフィルムは非常に気になりますね。なぜかというと、その、なんですか、このフィルム代ね、フィルム代が高騰しているので、ちょっとでも安いものって言ったら、やっぱちょっと協賛権になってくるじゃないですか。まあ、例えばフォーマパンですけどね。で、ロシア製のフィルムちょっと、いくらぐらいで流通してるのかちょっと見たことがないからわからないんですけども、とりあえず125っていう面白い、ISO 感度でね、どんな写りになるのか、非常に楽しみです。入材はどうだろうな。よ、触った感じはどうだろうね。だいたい触った感じでね、T 粒子か吸入剤かわかるんですけど、あ、これ T 粒子っぽいな。このテカリ具合、T 粒子じゃないかな。多分 T 粒子じゃないかな。うん。
注入剤だと、今ちょっとこの可動機に吸入剤のフィルムがありませんが、吸入剤だともうちょっとねザラッとしてる感じなんでね、多分ですけども、T 粒子だと思いますね。そんなわけで、フィルム、これとね、6本と、レンズ2本、でオートボイエス、いただきました。いやーありがとうございます。これ結構するんじゃないかな。結構いい状態ですよね。うん。楽しみです。はい。今日のね、またしてもね、いただき物の開封動画になってしまいました。これはプレッシャーがかかりますね。頑張って写真を撮って動画を作んなきゃいけない。動画には出てこないんですけど、結構ね、何かしらの失敗をして結構消えていってるフィルムがあります。で、さすがにね、その提供いただいたフィルムとかを撮影するときはね、確実に撮れる機材で撮るんですけど、例えばジャンクカメラとかね、自分で仕入れたやつですか、で撮るときはね、結構チャレンジングな撮影をして結局全然映ってなかったとかね、動画になっていかないのなんですよ。そういうやつがね、撮影時間を圧迫してね、なかなか動画にたどり着いてないんですけど、まあ現状でもね、結構ね恐ろしい数の動画を作ってるとかよく言われ、確かに自分でもそう思うんですけどね、動画の本数結構頑張って作ってるとは思うんですけど、今回はねちょっと動くカメラがたくさん入りましたのでね、先日のノリさんのあれですかもそうですし、あれも全部動くのも確認できておりますので、頑張って撮っていかなきゃならないですね。はい、それではここから先は、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日の作品投稿トップバッターは侍ジャパンさんから2枚。1枚目は海を見ていた午後、ヤシカマット 124G、富士プロ 160NS 仕様ですね。2枚目は参拝納めということで、カメラフィルムはこれどちらも同じということですね。1枚目なんですけどもね、ヤシカマット 124G、中盤カメラの、ね、非常に浅い被写界深度を利用してね、前ボケ後ろボケ非常に印象的な写真になっておりますね。レンズの解像度もね、これおそらく富岡なんだろうとは思いますが、非常によろしいものになってます。で2枚目なんですけども ね、札幌近郊のお気に入りの神社です。無人の神社ですが空気感が好きで雪が降るまではちょくちょく行ってますってことなんですけどもね、これ非常に落ちているものがすごいなんか面白い、なんかでっかい花びらみたいなのがこう落ちてるのかな、僕ちょっと色がよくわかんないんですけど、ピンク色に見えるんですけどね、なんか非常にね雰囲気のいい、無人の神社ということなんですけども、私もこの間ね無人の神社で似たような感じのところにね、行きましたけど、なかなかこれも雰囲気のいい写真になっております。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。次はケンちゃんさんから1枚。作品特に俺のカメラで紹介された OM40 50mm F1.8 コダックゴールド200で撮影しております。モノレール万博公園駅から出ていく電車ということですね。タイトルはモノレール万博公園駅から出ていく電車でいいのかな。で作品なんですけどもね、これね青い空に青い列車が非常に映えておりますね。F 図一行 50mm F1.8 でおそらく撮影してると思うんですけども、非常に解像度も高くなっております。空の青の色はねコダックらしい青、になっているのかな。これはね確かね、レンズはモノコートのはずですね。これなかなか非常、解像度の高い、いい感じになっております。ケンちゃんさんありがとうございます。はい、次は有坂さんから2枚ですね。こんにちは。今回はニコン F2 と日光レースオート 50mmF1.4 で撮った公園の写真を投稿させていただきます。最近は、山間露出に慣れてきて打率がだいぶ良くなってきました。タイトルは
残秋の公演とバンド仲間、これが1枚目、2枚目が続緑の絨毯でお願いしますということですね。フィルムは何かわかんないんですけども、作品なんですがね、ちょっとあったかい感じの色で撮られておりますね。お仲間さんね、顔をね、ぼかし入れてるんですけど、これみんな女の子かな、みんな女の子、羨ましい限りですね。ニコンのレンズらしく、解像度はね、なかなかになっておりますが、ちょっと流浄感も目立ちますね。もしかしたら400かもしれないね。2枚目の方もね、やや流浄感は目立つんですが、手前のね、枯葉にピントを合わせて奥をアウトフォーカスにしてあります。いわゆる、背景ボケですね。これね、構図のね、バランスが非常に良くていい写真になっていますが、もう、願わくはもうちょっと光が欲しかったかなって感じですね。有坂さん、ありがとうございます。次がね、野良旅人さんか。1,2,3,4。野良旅人さんで、2枚組。2枚組ちゃうわ。バラで2枚ですね。作品紹介のコーナーに久しぶりに参加しますということで、1枚目は面白雲の共演。小西白くパール4、ベルビア100、今年の3月に撮影ということですね。2枚目が黒いカーテン。かっこ怪しいタイトルですいませんってことですね。ニコン F2 フォトミック、非 AI ニッコール 135mmF3.5、ベルビア100。135mm レンズの試し撮りです。このチャンネルで流行りの 135mm。面白いですってことですね。いやー、でも死者でね、ベルビア、なかなかですね。で、写真なんですけども。どちらもこれね、ベルビア100なんですけど、これ1枚目すごいですね。これはなかなか、50対50でね、反射写真のね、セオリー通り。で、富士山が写ってるんですけど、構図をやや左にずらすことでね、非常に印象的な作品になっております。で、2枚目もね、黒いカーテンということでね、僕黒いカーテンで言ったらね、美穂純のピンクのカーテンを思い出すんですけど、若い子は知らないか。で、光の状態も非常に面白いですし、後ろの玉ぼけもなかなか美しいんですね。ちょっとうるさい気もしますが、なかなかいい感じになっております。で、この1枚目ね、もうこれもうパーフェクトと言っても過言ではないこの写真、次回からタイトル画面に使わせていただきます。はい、野良旅人さんありがとうございます。次は長州薩摩さんからですね。1枚、チュネードオタッキーさん、チュネードオタッキーさんこんばんは。あ、こんにちはか。フィルムででも、撮ったのですが、まだ現像に出せてない、撮り枚数なので、デジタル写真を投稿させていただきます。旧江戸城の外堀、市ヶ谷剣府かな、これ。付近の大好きな風景です。タイトル、外堀と中央線。カメラニコン DF、レンズ AF ニッコール1835、F3.5 から 4.3D ということですね。これ結構ね、ここ撮影スポットになるところですね。桜の時期とかもね、撮影スポットになる結構有名な場所ですけども。こちらもね、反射写真になっておりますが、ちょっとシャドウが多いのが残念ですけど、いや、まあ、いい感じには撮られておりますね。僕だったら構図を電車寄りにずらすかもしれないけど、まあそこは好みになるかな。まあ、ニコン DF ということでね、解像度はもうバッチリですね。色調もいいですね、DF ね。はい、長州薩摩さん、ありがとうございます。はい、今日の作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、俺のカメラのコーナーね、野良旅人さんから、投稿ですね。俺のカメラに投稿します。今回はコンデジ。僕の持っている唯一のキャノン機ですけどですね。キャノン機だけしか、キャノン機はコンデジしか持ってないけどですね。パワーショット A620、単三電池4本で稼働するカメラです。当時仕事で現場に向かっているとき、現地で撮影するカメラを忘れたことに気づき、時間がないので家電屋で間に合わせて買ったカメラです。いや、今でも仕事カバンに忍ばせていますが、最近は出番が少なくなりました。2008年に撮影した作例も載せておきますということでね。由比ヶ浜ですね、撮影してる。静岡県ですね。なかなかね、この作例がね、美しいんですけども、ハーレーダビッドソンにお乗りなんですね。これ、パワーショット、2008年、A620 だ、結構古いモデルなんですけども、やはりこれバリアングルモニターなんですね。結構昔からバリアングルモニターってあったんですね。驚きです。随分前にもね、ニコンの17年ぐらい前のね、高級コンデジで、
撮影する高級、オールドコンデジってどうよっていうね動画、で紹介しましたけど、あの古いねコンデジもね実はあのバリアングル液晶で、まあバリアングル液晶って言ってもめちゃめちゃ液晶のサイズちっちゃいんですけど昔からねバリアングルあったんですね、うん、全然知らなかったです。ありがとうございます今日の動画はこんな感じになります。もう年の瀬でね、あとまあ動画のネタはねいっぱい現像が上がってきてるんですけどもね、提供の機材の提供が次々と出てきましたんで連続で機材紹介になりました。まあ本当にねありがとうございます。新しいカメラが入らないと動画を作れないね私の動画の特性としては非常にありがたいです。ただ紹介しきれてないんでね、どんどん写真撮っていかなきゃならないというプレッシャーがドーンと来てますね。ちょっと頑張ってね、この年末年始ね、お散歩写真を撮ろうかなと思いますね。はい、今日の動画はここまでになります。最後まで見ていただきありがとうございます。コメントの方ね、もうコメントの方が溢れ返っておるんですけどもね、頑張って返信していきますんで、何か感じたことがありましたら、コメントの方お願いします。はい、あと、高評価ですね。高評価はもうポチッと押すだけなんで、今すぐにでもぜひとも押していただければと思います。チャンネル登録ね、絶好調で増えていっておりますが、まだまだチャンネル登録増やそうと思っておりますので、気になる方、特にね、ゲリラライブが多いので、チャンネル登録はね、通知オンでお願いします。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。年内動画アップできるかな？多分無理じゃないかな。はい、もしかしたら良いお年寄りになるかな。はい、それでは次の動画でまたお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。